はその中でも世界一雪が降って、その日本の中でも世界一その雪の降るトップ3に入るのがこの、まあ、白馬エリアですね。だからそのエリアに数多くの、まあ、スキー場もたくさんあるんで、ご日帰りにいろんなスキー場に行くということもできますし、ぜひ白馬に来ていただいて一緒に、まあ、そういうずっとこの先も一緒にスキーができたらなと思います。Okay, 那大家因为可能我们开始滑 ski 三年、五年、十年啦、啊，刚好都是在成长期的时候。那我们慢慢的累积我们的滑雪经验，让我们的技术慢慢的成长。那当然，因为刚刚有提醒到，ski 只是越来越好的技术，需要用的力量越来越少，所以它不会受到一个年龄的限制，年龄不会造成你滑雪滑得好或不好，只会年龄只会让你的经验跟技术越来越多的增长，让你越来越轻松，而不会越来越辛苦。那如果可以的话，希望有机会来到白马，去尝试一下滑雪的运动。那有机会一起滑，一起玩，一起体验一下滑雪的乐趣。まあ二月でしたっけ？まあ、2月には、さっきの松田聖火と、私と、一緒に、キャンプをなんかスキーセッションを、予定していますので、ぜひ興味のある方は参加していただきたいなと。OK， 那我们现在因为我们在台湾没有雪，那我们只能利用室内去教导一些基础的观念、基本的观念。那